白衣を着ると賢そうでかっこいいからですよ。心理学的には役割効果といって、人は自分の服装や役割に近い人間になっていくのです。おしゃれをした日には前向きな気持ちになっていくでしょう。確かに。地の象徴たる白衣をまとう、それは学術の都にふさわしい振る舞いにつながるのです。そういえば先生はなんで白衣を着ていないんですか？ギク。確かに先生の白衣姿って見たことないですね。もちろん私だって着たいんですけど、ある方がそれを断じて許してくれないのです。それって一体何者？先生が白衣着てたのってあんたたちがうちに来る前のことだからね。そうだったんですね。素晴らしい証明です、イバルダ君。先生すいません、すいません、ごめんなさい。毎回ミーティングで白衣を破くから、私が白衣禁止にしたの、備品の無駄だって。なるほど、さすがイバルダ先輩。